キリンチャレンジ2000シドニーオリンピックサッカー日本代表壮行試合日本対モロッコ。冷たい霧雨の舞う東京国立競技場は32年ぶりのメダルへの夢と熱気に包まれています。サッカーオリンピック代表チームは予選12試合を無傷の12戦全勝で突破し、3人のオーバーエイジを加えた18名の最強軍団でいよいよシドニーへと乗り込みます。史上最強と言われる日本代表、全16カ国の頂点を目指すトルシエジャパンが最後のテストマッチモロッコ戦に臨もうとしております。最強の日の丸イレブンを送り出そうと超満員の観衆が国立競技場に詰めかけております。さあ今ホイッスルが鳴りました。シドニーオリンピックサッカー日本代表壮行試合日本対モロッコ、シドニーへ旅立つ前の最終調整の試合を解説に風間彌弘さん、そしてまずファーストシュートが出ました。柳澤がまずファーストシュートを放っていきました。そしてゲスト解説には清水秀樹さんを迎えております。どうぞお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず風間さん、はい、14日南アフリカ戦がありますけれども、はい、このアフリカ勢、同じアフリカのモロッコとの最終のテストマッチということになりましたね。そうですね、ただしね、アフリカでも少しタイプが違いますんで、はい、そのままのケースではいかないと思います。いわゆる南アフリカというのは、はい、身体能力を生かしてどん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 前にボールを送ってくる、はい、そういうタイプですが、それに比べてモロッコの細かいパスをつないでくると思います、はい、ただし今日のこの試合の意味合いは自分たちの、ね、形をしっかり試すことですよね。相手はあまり関係ないですか、はい、そういう意味ではメンバーがだんだん決まってきましたので、はい、あとはどのシステムが最もその南アフリカに向けていいか、それを試していくと思いますね、はい、今そのメンバーという話が出ましたが、清水さん、はい、この間の16日の UAE 戦で右足首を痛めました三浦篤弘が今日左サイドでこの代表戦に出てきましたね。そうですね、本当に心配したんですけども、はい、やっと間に合ってくれてよかったと思います。彼がまた、オリンピックのなんかキーを握ってるかもしれませんからね、はいはい、さあ倒されました中村俊輔、これからは俊輔タイムということになります。やや距離はあります、ゴール前30メートル以上ありますが、この位置は中村俊輔がおそらく蹴ってくるであろうというところです。真ん中からそうですね、右側は中村俊輔、左側は中田というところ。さあ夢宿す左足、中田俊輔最初のフリーキック、集中ですね、素晴らしい集中力を見せました。ボール本当に半分ぐらい上というところでした。角度を変えます、下が湿ってますんでね、はい、その分ちょっと落ちきれなかったと思うんですけども、そうですね、この長い距離十分狙えますね。今日は朝からずっと雨が降り続いておりました。現在のところは霧雨が舞っている程度ですが、ピッチ上はかなり重く滑りやすくなっています。その中で中村俊輔、横浜 F マリノス、非常にいい形でフリーキックを打ちました。さあモロッコゴール前、右サイドに走り込む選手出せるかどうか、これを奪った大型ボランチの、ここは稲本が取りました。そして左サイド、ここで左足、中村俊輔が前に送る、これに柳澤が対応していきます。一旦戻す、中田秀俊がここに上がってきています。そして真ん中、さあ逆サイドに振って両陣を回り込もうというところですが、さあまだボールはあります。このボールどう反応していくか、モロッコが取っていく、慌てて戻る3バックと、そしてボランチ両陣が行きましたが、その前にホイッスルです。今の2トップの上から良かったですね、はい、平瀬が受けに出て、その裏側を柳澤が走ると、やはりコンビ普段組んでますからね、非常にその球出しは良かったと思いますよ。攻撃の形はよくできちゃったと思います。そして今もボランチが下がりきれていなかったところで、中村俊輔がいいカバーリングを見せました、はい、ただしこれ気をつけなきゃいけないんですよね、はい、今日はワンボランチですから。そうなんですね、稲本までもが上がってしまいますとね、ちょうどディフェンスラインの前に穴が開きますからね。さあそれではここで日本代表イレブンのメンバー紹介です。ご覧のように黄色い文字はオーバーエイジ、楢崎、森岡、三浦と3人のオーバーエイジを使ってきました。フラット3は松田を中心に森岡、中田浩二、そしてボランチには今日はワンボランチの稲本、左サイドに怪我から復帰の三浦篤弘を使ってきて、そしてダブル司令塔の形、中村と中田が並ぶ形になっています。そして柳澤と平瀬の2トップにどう合わせるかというところ、ヘッドでの取り合い、明神が取ります。そして稲本、明神はアウトサイドから今ボランチの位置にまで回り込んでいます。そして向こうが平瀬、平瀬はこの切れ込むような動きが特徴です。稲本前を見た、ロングシュートを放ってきます。そして日本代表オリンピック代表のサブのメンバーです。ご覧のようにバックアップメンバーの4名も含めました22名が登録されておりまして、ずらっと
いとトルシエ監督は話しておりました。オリンピックに行く前にいろんなパターンを試して、そしてここで全てを把握してからシドニーに行くというような話をしていました。率いますのは2年目になりましたフィリップ・トルシエ監督、2002年までの契約延長ももう間もなくという段階に入ってきています。さあモロッコ代表、パスでつないでいきます。こういったパス回しが非常に特徴的です。そうですね。さあゴール前に入れるかどうかというところですが、ここはうまく足を伸ばしていきましたキャプテンマーク3番の松田直樹。ここやっぱり稲本が1人なんで、中盤の底ですね、はい、松田が後ろから出てくるタイミングが早く、少し早くしなければいけないと思うんですね。そうなんですね。そういう意味ではすごく難しいんですよ。ちょっと今ね、逆に言うと早すぎたかなというところあると思うんですけどね。立ち上がっちゃった。今まではフラット3の3人のディフェンスに2人のボランチ、ダブルボランチで臨んでいましたが、はい、今日はワンボランチです。ですから前線から1人下がってくる、あるいは後ろの松田が上がるというところを考えていかなければいけないでしょうね。さあ、フリーキックモロッコは7番のハルブシです。フリーキックが得意の選手、ぐるっと曲がってくる右足です。ここは要注意、壁は4枚、1人モロッコの選手が含まれています。直接来た、しかし内角正面でがっちりと抑えます。世界の大舞台は初めての経験になります。シドニーへ夢を込めて、この楢崎正剛新守護神、日本のゴールを守ります。明神から前に送る、これはクラスには合いません。モロッコがパット、ラクタが行く、そしてクラスが奪えるか。手前側のタッチを割りました。これは日本ボールのスローインです。イタリアから帰ってきた中田英寿、平瀬、はい、明神、中田です ね、 そうですね。この3人で右サイド、特にディフェンスの時に持ってますね、はい、逆では三浦篤、中村俊輔、そして柳沢ですね。この辺のコンビネーションいいですね。柳沢がここに拾いに来ている。ワンツーは通りません。中田の前でカットされました。さあモロッコが右サイドスルスルスルと上がってきます。さらに外に開いていく。中には18番のエルハタリもいます。ここはカット、一旦戻します。森岡がここにいて、ゴールキーパーの楢崎へのボール。今のように最終ラインと中盤の3人並びましたよね。はい、そうでしたね。あの感覚でしたらあそこのスペースないですから、ディフェンスラインの前ですね、はい、ですからいいと思いますね。さあそして一方のモロッコ代表のスターティングイレブンです。若きアトラスのライオンと呼ばれていますモロッコ。来日の遅れましたエースストライカー14番のバシルはベンチからも外れております。チームを率いて8ヶ月のエル・ハイデル監督に率いられました。そしてフォワードにはハッサン2世カップにも出場の18番エル・ハタリと9番最年少18歳のザイリが代わって入っています。サブのメンバーは、3人だけの登録ということで、うち1人はゴールキーパー。まだまだの調整段階という感じがいたします。かなりコンディションはまだ良くないですね。監督は43歳、チームを率いて8ヶ月のサイド・エル・ハイデル監督。このエル・ハイデル監督になってからは4戦して3勝1分け、まだ負けがないことを非常に自慢しておりました。さあモロッコのフリーキック、ゴール前、おっと抜けた、ヒヤッとする瞬間ですが、まだモロッコボール。一旦戻します。さあロングレンジ決めた、ゴール右に吸い込まれるようにボールが消えていきました。さっき風間さんが言った通り、ディフェンスラインとボランチの間にちょっとね、空間ができたと思います。今そこどれぐらいずっと疲れたんですけどもね、ですから応対に行く前にシュートを打たれていますよ ね。 そうですね。ワンボランチですから、やはりその辺はやっぱりもうちょっとボールに寄せる選手がいないと、このレンジでもやっぱりこう、まあいつも入れてるかどうか分かりませんけどもね、はい、やっぱりゴール行ったらアウトになりますからね。ボランチのエルブラジがセットプレーということで上がってきていました。23歳エルブラジの先制ゴール、日本1点を奪われました。序盤です、始まってまだ8分が過ぎたところ、さあ日本この1点を追いかける形になりました。日本代表、このオリンピック代表は予選12試合を全て2点以上取って12戦全勝でこなしてきました。そしてそれ以外の親善マッチも含めますと16戦連勝中ということになります。まだまだこうやって1点を取られても決して慌てることはない、ここまでの戦いぶりです。1対0、モロッコが前半の8分6番のエルブラジの先制ゴール、日本は1点を追いかける形になっています。一つパス回しを見せています。ワンボランチでどうしても中怖いですよね、はい、ですから本来でしたら三浦篤あるいは明神が、ね、もう少し上がったポジションでできると大きいんですけども、カバーという意識が強すぎてかなり低い位置から守備してるんですよね。なるほどね。ですからそこまで簡単にね、モロッコの方が攻めてくることができると、これ少し改善するべきでしょうね。今日はワンボランチで戦っている日本、さあ中田がここまで戻っています。このボディバランス、しかしここは倒
ね、オリンピックでも。ですから別に慌てることもないし、早く自分たちのサッカーを構築していった方がいいと思いますよね。ここはまだポジションチェンジというような段階にはなりませんか。ちょっと早すぎますね、まだね。まだ落ち着いてませんから、ゲーム自体が。そうですね、清水さん言われるとそれは必要ないと思いますね。ただしやっぱりそれぞれの戦う位置ですよね、はい、どうしてもあの攻撃の時に両サイドがいませんの で、 そうです、ね、2トップへのパスだけになってしまうんですね。ですからそこをまたカットされていると、はい、取った後になかなか起点が見つからないですよね。特に明神のサイドが2対1になってるんですよ、ずっとね。確かにそうですね。ですから中に行くのか外に行くのか、ちょっとこうポジションがね、ちょっと曖昧な部分がありますよね。迷っているうちに裏を突かれるという場面が先ほどから再三出ています。トルシエ監督も心配そうに見つめているか。本当にこのシステムだったら明神と三浦が どれだけ相手陣内でプレーができるか、これによってチームのリズムが変わりますよね。さあしかしここは中田もくれます。そして中村俊輔もいます。声を一言かけました。俊輔がふわっと浮かしていって、ここはディフェンスに引っかかります。中田浩二トラップして前を向きます。長いボールクロスに上げていきます。平瀬のヘッド落ちたところはモロッコボール。中村俊輔が右サイドまで来ています。そして中田秀俊、しかしここもパスを回していきます。繋いでいきます。モロッコちょうど真ん中が下がっていく。ちょうど真ん中空いてるところ、中田と森岡なんとか粘る。日本のボールです。ホイッスルは日本ボール。三浦篤もディフェンスに回りましたが、非常に苦しい場面です。今日は左サイド怪我から復帰、三浦篤弘が入っていますが、この三浦篤弘はこのトルシエジャパンの中では右サイドも普段はやってますので、ね、そうですね、どちらでもできます。細かいパスをつないでいくモロッコ。ちょっとあの自分たちがやりたい形が少し崩れてますよね。ベンクアルが持っていって、さあクロスボール、ここは対応していきます。明神ヘッドで落とす。しかし先ほどロングシュートを放った6番のエルブラジ、中央に送ります。2番のナテルから前のボールは、これはカットしていきました。柳沢ヘッドで外に、中田秀俊この辺のボディバランス抜けてきます。まだ倒れない、ここで倒されるか。ファールでしかこの中田秀俊は止められないのか。モロッコ代表も足を伸ばしてきました。このボディバランス、まだ倒れない、まだ倒れない、足をかけられてようやく倒されました。世界を見て、そしてイタリアに渡りました。世界最高峰のイタリアセリエやローマでの活躍、中田秀俊、このオリンピック代表チームに合わせて9月1日に合流しました。その中でクウェート戦ではやや動きに重さもありましたよね。まあ、コンディション的にはね、まだそれほどトップにはなってなかったと思うんですね、はい、移動がありましたからね。しかしこの下半身の太さ、そしてあの肩の周りの筋肉がまた一段と大きくなりました。そうですね、頼れる7番、今日立ち上がり見てますといいですよね、コンディションもだいぶ戻ったなという感じがしますね。昨日も一人居残って練習を続けていました。そのあたりコンディションも随分と戻ってきています。今日は中村俊輔、そしてこの中田秀俊のダブル司令塔のような形になっています。左アウトサイドに本来いた中村俊輔を中に入れて、そして2人でのこのイマジネーション、そこにかけようというトルシエジャパンです。左サイドには三浦篤弘、右アウトサイドには明神、そしてダブルボランチから今日はワンボランチ稲本という形。そこを突かれた日本は現在1対0とリードを許しています。中村俊輔ワンタッチで戻していきます。さあ前を見てロングボール、柳下が流れて、さあ平瀬ダイレクト、バーの上、送り込むようなボレーシュートでしたが、これはバーの上です。ジャストミートしませんでした。柳沢がポスト、ここです。柳沢がね、その前のプレーですね、一度引いたところから相手の背後、遠いサイド出てくるんですね。そこをしっかりタイミングを見計らって、中村から見事なボールですね。この柳沢の成長の度合いというのは、こういうゴール前で非常に冷静に自分の味方の動きを見ている、こういうところが何でもできる万能型のフォワードです。動き出しがいいですよね。そうですよね、逆を取る動き出しが。ですから平瀬と先ほど言いましたけども、コンビいいですよね。ですからこういうところを見るとね、あ、ここはミスが出た。3人いきます。中田が取り返しに行く、しかしフォローがあります。モロッコ9番のザイリ、さあザイリがドリブル、速いドリブル、ゴールラインを割っていません。これは割っていません。そのままゲームは続行されます。平瀬には通らない。中田からのボール、中央
ースをゆっくりにして攻めていきます。戻しながら左サイドのルマニ、センターのしぶき、前を伺います。長いボールを放り込んできてディフェンスの裏、ここは奈良崎がいます。18番のフォワードエルハタリを走らせました。ハッサン2世カップ出場の23歳エルハタリ、このスピードにも注意が必要です。日本ボール、中村俊輔、リューランスには通りません。ここはカット。やはり風間さん、このパスがなかなか通りにくいのは下の状態ですか。そして2列目3列目以降の飛び込み、ね、これを多く練習していました、はい、そうなると当然前向きで、ね、中盤の選手がボールもらえますから、はい、それは大事なことでしょうね。明神から柳沢、もう一度明神から、ここはドリブルで柳沢が前を向きます。ああ倒された、後ろから足を
していきます、ね、平瀬通るか。稲本も平瀬をピンポイントで見ていました。こうしてこのトップに直接当てるシーンがこの時間帯多くなります。そうなると当然あの最終ラインの、ね、準備が非常に早いあの短い時間にしなければいけないんですよ。ですから相手のディフェンスは大変ですね。ここもそうですね。平瀬、そして中田英寿、中央へ送る。ディフェンスの裏には出ません。三浦がチェックに行きます。三浦がチェック、そして俊介が奪った。ゴール前、さあたくさんの風がいるぞ。やや長すぎました。逆モーションを突かれたような形。三浦篤弘、痛めた右足をちょっと気にしながらタッチラインへと向かいます。8月16日 A 代表の UAE 戦で右足首を痛めました。最初は3週間以上かかると言われて絶望的な表情も見せていましたが、やはりこの代表クラスのチームスタッフは違いますねと話していました。です、ね、さあモロッコ、ここ危ないシーン、戻ります。さあゴール前、こぼれている。一瞬ヒヤッとしましたが、ここは日本ボール。もう一度組み立てます。中田英寿、このボールには追いつきません。中田浩二からのボールでした。今も稲本が慌てて下がるシーンです。ここは森岡が上がってきています。そして中村俊輔、前が開きましたね。左サイドには三浦篤弘、中村が持ち込む。まだある。左足ふわっと浮かした。中村のシュートもわずかに触れたのはエルザルムニ。ゴールキーパーの動きをよく見ていました。ここが今ためられるところなんですよね。なんとかクリア、よく触りましたよ、完全に捉えてますよ、これ。これは向こう側のカメラです。リバースアングル、はい、シュートの発想増えましたね、俊介ね。切り返しての左足でした。あれ分かってでもやられますよ。さあ日本、その中村俊介のコーナーキック、手を挙げた。いや、サイド、サイドネットです。長坂さん、はい、青島さん、どうぞ。今の攻撃の最中なんですが、ドルシエ監督、バックスタンド寄りの、つまりですから日本にとってですね、はい、左サイドの方の選手にもう少しこう内側に絞るようにという、多分そういうジェスチャーだと思うんですが、そうです、修正の指示を送っていました。わかりました。今ピッチ上雨に濡れながらのリポート、青島達也アナウンサーから入りましたけれども、風間さん、このもうちょっと絞れというのはどういうことでしょうか。まあ、何本かあのミスパスからカウンター攻撃を送ってますので、その辺の指示だと思うんですけどね。ややそのアウトサイド、向こう側左サイドのポジションをもうちょっと絞り込んでという指示を送ったとね。常にモロッコのは右サイドに1人置いてるんですよね。そうですね、1人余ってますからね。そこを少し気をつけなさいということだと思いますね、はい、稲本から平瀬、フィールドで流して自分で取りに行く。ボールはモロッコボール。10番のエルアサス、非常に高い位置を、ね、取ってるんでね、それでちょっと困ってるところもあるんですよ、日本は、ね、そしてエルハタリ残ってるんですよね、右サイドに。ですからそれのマークの受け出しとか、そこはちょっとうまくいってないと思いますよ。ですから稲本とこちらのボランチと相手のボランチ同士が当たってしまってるんですね、距離がある。ですからもうちょっと前に上げた、他の選手がそのボランチの位置に上がっていった方が逆にいいと思うんですよね。そうですね、そうしないとあの逆のフォーメーションになってしまうんですからね。そうなんですよね。ですから当たり方がちょっとね、そのあたりの修正を行いました。これがサッカーですよね。マークするのは必要なんですけども、あまり相手に合わすぎると今度は相手主導でサッカーをしなければいけませんからね。そうなんですね、はい、今日は超攻撃型ともいえるダブル司令塔中村中田を並べるような形で臨んでいますドルシエジャパン。その分守備の面が非常に苦しい場面も出てきますが、そこはカバーリング修正していこうという日本。さあ10番のエルアサス、これ気をつけなきゃいけないですね。逆サイドに振っていく、ここが通っていきます。明神も戻る、中村も戻っています。そしてボランチの稲本、大きく逆サイドに展開。さあ平瀬に通ります。ゴール前には柳沢、手を挙げた、右手を挙げた柳沢、そしてスルスルスルと左サイド、ここでボールをもらえるか。左に流れてボールをもらいに行きました柳沢ですが、そこには通りません。トリッキーな動きではありましたが、そこには通りませんでした、平瀬柳沢のコンビ。ただ今もね、最前線を稲本がボール奪ってすぐ見てましたよね。はい、そうでしたね。これが今チーク全体の意識なんですよ。ですから攻撃が早くなりましたよね。アブグのドリブルから向こう側エルアサス、ロングシュート、これは大きくバーの上です。モロッコ代表10番のエルアサスのロングシュート、これは大きく外れていきました。しかし21歳、果敢に前へ前へときます。ちょっとダフったような形、日
日本代表のベンチ脇、控えの選手が動き始めました。そうですか。25分を過ぎたところで、今日はあの風間さん、はい、いろんなオプションをね、最後の最後で試していきたいんだとトルシエ監督は話していました。それとね、やはり90分を通じて11人で戦うんではなくて、チーム全体で戦う、はい、本山もいますし、いろんなアクセントがつけられるチームですよね。そうですね。その辺を全てチェックしておきたいですね。さあ平瀬が抜ける、足がかかりましたが、これはホイッスルはコーナーキックです。ゴールラインを割っています。平瀬がオリンピックの一次予選、そして最終予選で大きく成長しました。ブラジル留学がこの人を変えました。12試合で17得点、得点王。さあ日本、左サイドコーナーキック、またニアサイドを合わせてきた。ネットで叩きつけたモロッコ、まだボールはあります。中村俊輔ダイレクト、ボールを奪えるか。稲本が行きます。明神がチェックに行く、しかし抜けてきた。16番のベンカールが抜けてきています。まだ抜ける、まだドリブルあります。明神が向こう側まで追いかけていきます。そして中田浩二が前に送る。三浦篤弘、そして中村俊輔、もう一度中田浩二、フラット3に戻しました。中央には森岡がいます。そして右サイドに松田直樹、ポジションをチェンジしながら守っています。中田秀俊には送れない、小さなミスが大きなピンチを招きます。ゴール前倒れている、ホイッスルはありません。日本ボール、中田秀俊、クラブここで切り返していく。ちょっとユニフォームに手がかかったようにも見えましたが、ここは日本ボールです。スローインに変わります。さすがにしかしモロッコもオリンピック出場を決めただけの実力というのは垣間見えますね。そうですね、まだまだこれがベストメンバーではないというふうに聞いております。シドニーではグループ B に属していますモロッコは、韓国、スペイン、チリという非常に厳しいグループには入っていますけれども、予選突破を目指しています。そのモロッコと日本の最後のテストマッチ、1対1の同点、前半の27分が過ぎています。あの先ほど風間さんが言いましたけども、はい、あのトップを使うのはいいんですけども、やっぱり両サイドがね、ちょっと後ろすぎますね。もうちょっと前に出てきてくれないと、やっぱりサイド使えませんから、どうしても孤立した状態ができてしまうと思うんですよ。ちょっと中盤とトップ2人の間が長くなってますね。はい、そう思います。ですからやっぱりその分だけボール取られた時にスペースありますから、カウンター気味にこう相手にスペース与えてますから、スピードは乗られてしまって、ちょっと危ない場面もできてしまうんですよね。トップスピードで中盤を突破、はい、そして最終ラインというシーンが演出されているのはそういうところですか、と思うんですけども。さあ森岡隆三、ここは落ち着いています。抜群の安定感と信頼性。さあ稲本、これを奪われるわけにはいきません。中田浩二、センターバックの左サイド、中央に送ります。柳澤、これはいいボール。中田俊輔、前を向いている、一回切り返す。そして平瀬が中央、そして展開ですよね。くさびのパスを入れた時に中村が動き出していると、はい、でその後ろからもアツが飛び出していると、もうまさにパーフェクトな展開だったんですよね、今のが。ですから距離感なんですよね。今最前線の選手とサイドの選手の距離がありすぎるんで、はい、早く前に送った時に追いつかないんですよ。なるほど。それをもう少し高い位置でうまく守備ができると今のような展開になりますよね。今のようになるということは、くさびで1回戻せるというような状況になってくるんですね。あるし、あの最前線の選手を飛び越していく動きができますよね。中盤とその2トップ、フォワードとの距離感、このあたりの修正を行えるかどうか。前半も残り間もなく15分というところになります。トップにいる柳澤、そして平瀬の2トップ、激しく審判団に抗議を行っています。モロッコサイド、場内からは大きな平瀬コール。ゴール前、柳澤の頭を越えていきました。この柳澤のゴールへの収穫がいつ花開くかどうか。ここはモロッコボールのスローインです。先ほどまたトルシエ監督はですね、はい、バックスタンド側の三浦篤弘に対してボールサイドにもっと絞るという、どうもそういう指示のようです。あ、そうですか。ちょっと下がりすぎているところの修正という方もできますね。そういう言い方もできると ね、これは最終ラインとの関係もあるんですけどもね、非常に高い位置に張り出されるものですから、どうしてもね、はい、気になるんでしょうね。さあ中央にいる三浦篤弘、それとあれですね、
外にずっと相手の選手が止まってるん で、 中でのカバーはできないですよね。ちょっとそれがね、そう思ってると思いますよ。松田直樹、そして三浦篤弘、ボランチのような位置に入っています。そして中田浩二、前を向きます。中田秀俊、後ろをふっと向いてからボールを受けました。そして平瀬、左に大きく開いています。後ろからオーバーラップ、中田浩二、しかしここは平瀬が持っていきます。中央には柳沢もいます。中田秀俊、これはボールを奪われた。これはいいカットですね。奪われたら取り返す、そんな意地が見えました。平瀬逆を突かれたが、ここは春淵と平瀬というところでしたが、モロッコボールに変わります。ディフェンスラインまで戻しました。3番のルマニ、そしてセンターバックしぶき、このボランチに入っているエルブラチ、キック力があります。前線に大きく蹴り出します。ディフェンスの裏は取らせません。楢崎からキャプテンマーク松田、ドリブルで上がっていく。そして中村俊輔、中田秀俊、ちょっと重なるようなところ、余裕があります。そして森岡、明神が取りに行くが、それを飛ばして柳沢、胸でトラップ。このボールも日本、森岡です。エルブラシがここはカット、早いチェックが必要だ。森岡がチェック、そして稲本もついていきます。中村俊輔が取りに行く。2人3人のディフェンスになります日本。ここは日本ボールスローイン。ボールを奪った後ね、かなりプレッシャーきついですから、そこをできるだけ早いタイミングで抜けたいですね。まあ、特にセンターフォワードのスペース空いてますから、中盤ものすごい今きついんですよ、はい、一人一人見てますからね。ですからやはりセンターフォワードに意識するというのは非常にいいですけどもね。ただそこでね、センターフォワードがきっちり止めたいですよね。そうですね、今もちょっとトラップが長くなると相手にすぐ取られます、はい、そうですね。ゆっくりと組み立てるモロッコ、しぶき出しどころを探ります。トップをちらっと見た、しかしここは中盤を使います。稲本がチェック、そして三浦篤、この三浦を抜いていく右サイド、まだボールをキープ、切り返した。中田がもっと行っていいですよね、カバーにね。あー、なるほどね、はい、さあペナルティーエリアに入れるかどうか。中田浩二、ここはカットです。そして中田秀俊、前線に送るか。一旦中村俊輔を使います。3番のルマニが対応していきました。中田は中央の柳沢を飛ばして右サイドの平瀬を使っていこうというイマジネーションを見せました。中村と中田を前線に置いておきますと、1人は飛び出す、1人から必ずパスが出てきますので、これはものすごい有効なんですよね。この形をやっぱり繰り返したいんですね。8番明神のスローイン、平瀬プレートラップ、一旦戻す稲本、そして三浦篤弘、逆サイドの中田浩二、ダイレクトでは出せません。そして中田秀俊、ここは日本ボール。しかし中田は激しいマークに合っています。チェックも一段と厳しくなっている。三浦篤弘、右足ドンと打っていった。ボールでゴールキーパーのエル・ジャルムニもちょっと雨でボールを滑らせましたが、こうインサイドでドンと足元当てていくようなシュートでしたが、コースを狙っていった。しかし下スリッピーですから、逆にバウンドした球の方が ねこういう時は面白いんですよね。その辺を狙っていったということも十分に考えられます、三浦篤弘。それでキーパーが、ね、見えないタイミングで打ってますから、簡単ではなかったですよね。三浦がコーナーキック、ここまではニアサイド、ニアサイドと来ています。三浦篤弘、松田直樹がニアサイド、そしてファーには柳沢、ニアサイドを狙ってきた。グーッと曲がってくる。さあ足元、明神が打っていく。ゴール前に出せ、中田のボールもディフェンスに当たります。柳沢のシュートはバーに当たりました。決定的な、そうですね、右ポストに弾かれました。決定的シーンでしたが、柳沢その後の中田
という柳沢、そしてその後中田英寿のボールも最後は味方にちょっと当たったか。惜しいシーンでしたが日本追加点を挙げることができません。35分を手元の時計で過ぎています。1対1依然として同点。勝ちにこだわるトルシエジャパン、勝ってシドニーに自信をつけて乗り込みたい。23歳以下そしてオーバーエイジ3人を加えた最強軍団のトルシエ、オリンピック代表チームです。左サイドドリブルで抜けていくところ明神がチェックに行く。まだボールはあります。中村俊輔も行きます。この辺強いですね。そして稲本やや距離を置いてディフェンスに回ります。ここは奪えるか、スライディング、しかしまだボールはモロッコボール。10番のエルアサス、そしてアウトサイドに開きました7番のハルブシュ。ゴール前ヘッドで送り込みます。森岡が対応。ここはモロッコボールのスローインです。前半の中盤以降というのはちょっと日本の時間帯もあったんですが、またあのモロッコにちょっと攻め込まれているそんな時間帯になっていますが、風間さんこれはどういうところに原因がありますか。やはりね、一人一人のキープ力がありますからモロッコ、はい、その個人によってね時間を稼がれてしまう、そして少し押し込まれてしまう。そうなるとチーム全体が、ね、ちょっと引きすぎるんですよね。個人に引っ張られて、その応対に追われているうちにずる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 下がっていく。そうですね、そんな風にも見えますよね。自信を持ってね自分のポジションでプレーをすればいいと思うんですけどもね。稲本足元立ち上がる、そして中村俊輔前に直接送るがオフサイドフラッグが上がります。柳沢の鋭い滑り出しでしたがオフサイドフラッグが上がりました。ディフェンスラインそれは先ほど言いましたけどやはりね両サイドが張り出しちゃうもんですからね、どうしてもこっちの日本の両サイドが下がっちゃうんですよね、ですからもう非常に孤立した状態を作っちゃって逆に危なくなってるんですよね。そうですね、3バックでやはり5人の、ね、中盤でプレッシャーかけたいんですけども逆になっちゃってるんですね、相手に逆にプレッシャーをわざとかけやすいような状態を作っちゃってると思うんですよ。そうですね、中田英寿からの三浦敦弘へのボールは通りません。モロッコボール。今日は最終ラインが、ね、初めから5人になってるんですよ、はい、ですから当然中盤ただでもワンボランチなんで、なかなかプレッシャーかからないですね。こういうところもそうですけどもね、きついですね。ここもモロッコボール、自由にボールを回されます。激しいチェック、それによって中村と中田が後ろに下がってしまうと、はい、前線にボールが入ってもサポートができないですね。今もその中盤を止めようと、中田と中村俊輔が一生懸命ディフェンスに回っています、はい。初めの、ね、思惑ではもっと前でプレーをさせて、攻撃的にということが逆に苦手なことをやらされてますよね。場内からは季節して日本コール、このコールに修正果たしてできるか日本。今見てもらったら分かると思うんですけどディフェンスは綺麗に5人並んでますよね、はい、日本チームですね、はい、ただし、ね、マーク掴んでないんですよ。フラット3のところにきちんと2人来てくれないんですよ ね、 そうですね。ですから、ね、あそこでマークを掴んで周りの選手を押し上げたいんですよね。しかしこの状況を打開できるかどうか。中村俊輔から柳沢のボールはこれは長い。本当に清水さんがおっしゃられましたけども、フラット3の、ね、間に立たれると、はい、誰がどこにマークをついていいかね、ちょっと混乱して、するもんですね、はい、ですからそこを、ね、はっきりして後ろがマークつかまないと前に出ていけないですからね、後の選手が。前半15分過ぎぐらいからちょっとこう陣営が乱れて、はい、で相手に思うようにボールを回されましたが、それとはまた違う状況がまた起きてますね。そうですね、ディフェンスラインの前にスペースを上げてしまっていますね今回はね。中村俊輔右サイド放り込んだ、柳沢胸が落とした、柳沢しかしここはゴールキーパーよく守りました。エルジャルムニのファインプレー、柳沢呆然と頭を抱えます。俊輔右足ですね、いいパスでしたね。止めるところまではね、パーフェクトでしたけどもね、胸でトラップ、落ちたところ、ドン、しかし出てきた、ゴールキーパー、エルジャルムニ、しかしまだ日本ボール、ヘッドで柳沢、これはオフサイドフラッグが上がっています、稲本がオフサイドポジションか、今、振り向きながらボランチの位置に戻ります、さあ、先ほどのシーンです。いいボールを右足で送りました中村俊輔、まあ、そのかぶらせるっていうんですけど、ここまでの動きはもうパーフェクト、コントロールもパーフェクトですよね、はい、しかしこれは入れなきゃいけないですね、センターフォワードですから。1対
1-1同点の状況は変わりません。非常に惜しい決定的チャンスでしたが日本追加点ならず、40分を手元の時計ですでに過ぎています。明神のスローインに変わります。後ろを向いて稲本、中田浩二、フラットスリーと、そしてディフェンスとちょっと今日は苦しくなっています。三浦敦弘、はい、青島さん、ベンチ前でピッチが一層トレーニングウォーミングアップのピッチが一層上がっているのが中澤とそれから本山です。わかりました。で、あと雨がちょっと強くなってきましたね。そうですね、あの放送席からも雨の粒が大きくなっているのがよく見えます。ピッチ上風はバックスタンド側からメインスタンド寄りの風です。わかりました。それほど強くありません。雨の方も激しくなってきています。さあ、クラスが抜けていく個人技、ここはホイッスルモロッコボール。今中澤と本山がアップを始めているということになりました。今日はあの三浦敦弘が45分間の限定というような言い方もされたというふうに話しておりました。右足首の怪我から復帰した三浦敦弘、今日は左サイド、この位置に本山が入るのかどうか、そして中澤はフラット3の右サイドを普段は務めております。そのあたりのメンバーチェンジ後半からということも十分に考えられます。その三浦敦弘、スローインのボールをモロッコに奪われています。増田が後ろを取られた、シュート、これはヒヤッとするシーンです。楢崎の手の先、まあ見切ってはいましたけれどもヒヤッとするシーン。これね、スピードもありますし、モロッコの選手はあの個人技高いですから、必ず、ね、誰か一人はマークつけておかなきゃいけないんですね。そしてカバーでしたらなんとかなるんですけども、全く並んだ状態でフリーな状態で、ね、プレーさせてますので、これのマークの受け渡しですよね。大事なのは16番のレンクアル、20歳のドリブルが得意な選手ですが、このレンクアルに後ろをつかれました。日本フラット3を務めますこのオーバーエイジの森岡、松田、そして中田浩二、今日は指示が大きく激しくなっています。これも裏を取ろうという9番の在18歳、まだ18歳最年少です。明神のスローイン、稲本、そしてもう一度明神ですが、これはチェックに合いました。日本のスローイン、右サイドに入っています明神です。この明神もマルチポジション、右サイド、そしてボランチ、そして前の方もこなすことができます。一人で複数のポジションをこなせる、そういうチームを作ってきましたトルシエジャパン。その中での今日は右ウィングバックというポジションに入っています。中村俊輔から松田直樹、ドリブルで上がって、そして中田浩二、左サイド、前には三浦敦弘、もう一度稲本に戻します。ボランチのポジション、中田秀俊、しかしずっと今日はマークに合っています。三浦敦弘、ドリブル、ここからも打っていける、ミドルレンジ、ロングレンジからも打つパワーがあります三浦敦弘。果敢にゴールマウスを狙っていきました。治った右足、思い切って振り込んでいきました。ですからあの清水さんも先ほどから、ね、何回もおっしゃってますけども、両サイドが高い位置で相手陣内でプレーできたときはいろんなことができるんですよ、はい、ただ今、ね、引っ張られすぎてますね、最終ラインにね、もったいないですね。さあ、まもなく44分、三浦敦弘のコーナーキック、中央、ここはゴールキーパーエルジャルムニが出てきます。森岡ヘッド、そして自ら追っていきます。まだボールを生かしていこうというところですが、ここはモロッコボール、最終ライン。今はね、あのセットプレーからですけども、森岡がしっかり一人ついてましたよね、はい、1対1でついていればそれほどね、まあ、個人が高い人も怖くないと思うんですけども、それほどね、逃すような相手ではないですよね。そうなんですよ。ただしマークを掴んでない中間に位置されることが多すぎるんですよね。それによってあの全体のどこに戻っていいのか、どこから当たりに行っていいのか、ちょっと混乱してますよね。本来のポジションというべきものを何か見失っている、そんな風にも見えますね。その通りだと思いますね。さあ、胸でトラップ、平瀬、ここはしかしオフサイドフラッグが上がっていました。まもなく前半の45分が手元の時計で過ぎようとしています。あのですからあのフラットスリーといって、あの前後に上げ下げするプレーよくやりますよね、見てますと。それが今日のゲームってあまり出てきませんよね、はい、明神も含めて4人、はい、そして向こう側の三浦敦も含めて5人というね、5人なんです、ね、フラット5というような形になっています。それがこう、そう牽制したりする動きっていうのがほとんど見られないですよね、特にフラット3に対してはね、関してはですから、やっぱりあの一つとしてはそのラインを押し上げするのは
相手のセンターフォワードのとの駆け引きなんですよね、はい、ですけど今はセンターフォワード掴んでないんですよね、彼らの自由なポジションに逆に翻弄されているんですよね、それは相手のスピードポジショニング、そのあたりがうまいということですか。それとやはり気になるのはサイドでしょうね、サイドに1人残っているということでしょうね、必ずサイドに1人余っています。ここも16番ベンカールが余っている。さあ9番ザイリが上がっていきます。テクニックがあります。まだ18歳。そして左サイド、ロスタイムは2分と表示されております。手元の時計では間もなく46分、ロスタイム1分が過ぎようとしているところ。前半のロスタイムは2分とすでに表示されています。ちょっと悔しそうにボールを叩いたシーン、ここは審判が注意します。ゴールキーパーの奈良崎がフリーキックへと向かいます。間接フリーキック、これもモロッコのボールになります。今もね、人数2人いるんですけども、はい、どちらも掴んでないんですよ。そうですね、ここも左サイドを上がってくる16番のベンカール、森岡がついているが、さあペナルティエリア内、明神も行きます。森岡が奪った。そして中田秀俊、さあ最後のチャンスということになるか。モロッコがカット、中田を向かいます。もう一度奪い返せるかどうか、懸命にモロッコもボールを追いかけていきます。さあ中央、ここはスルスルスルっとスピードに乗ってモロッコ、そして16番のベンカール、2人つきます。明神がカットして、そしてここでホイッスル、日本ボールです。最終ラインの3人の、ね、間に位置されて、そこから動かれるんですよ。そうするとずっとあの相手のセンターフォワード誰がいつマークしていいかなかなか分かってないんですね、はい、これさえ、ね、抑えられればそれほど問題ないと思うんですけどもね。バックスタンド側でやや右足を気にしている柳沢の姿が映し出されております。相手ディフェンダーとやや交錯しました。右足を引きずっている柳沢、しかし今走り出しました。ここで前半終了のホイッスルです。オリンピック日本代表チーム、モロッコオリンピック代表との壮行試合は前半終わって1対1の同点です。シドニー、 Here we come。 さあメンバーチェンジ、松田に代わって中澤を入れてきています。そして平瀬に代わって酒井、三浦篤弘に代わって本山を入れてくるという布陣になっております。モロッコはメンバー交代ありません。モロッコの方は今青島アナウンサーの情報にもありましたが、メンバーチェンジなし。今日はサブのメンバー3人、ゴールキーパーを含めてそれ以外は2人しか入ってきておりませんので、メンバーチェンジは行ってきませんでした。さあ日本の壮行試合、後半が今開始です。日本対モロッコ1対1。さすがにモロッコオリンピック代表もシドニー目前、非常にいいコンディションを見せてきています。前半は1対1の同点のまま折り返しました。中央に入った森岡です。その後ろに置くと本山左ですね。そうですね、左サイドにはこのドリブラーの本山を入れてきました。中田は司令塔の位置、やや前のあたりでボールをもらおうというところです。下がったところに中村俊輔、柳沢とそして中田が前線に張るというような形になっています。まあ、これは普段今までやってきたやり方なんですけども、はい、やはり前半見てやっぱ中盤ちょっと混乱、マークが混乱しているものですから、はい、またダブルに戻して普段通りのやり方に変えてるんでしょうね。そうですね、またね、今のこのディフェンスライン、はい、中澤、そして真ん中に森岡、左サイド中田浩二のフラット3、その前にダブルボランチ稲本、そして右側に明神、右サイドに酒井を使って左サイドに本山を入れてきています。そして司令塔の位置に中村俊輔で、ややその前に中田英寿、そして柳沢ワントップという形に変えてきました日本代表です。ここでまた状況を変えてこようという、まあ、クウェート戦でも前半終わって後半にこの形で先制点を奪いました。そうですね、特に
り今日はね、両サイドにあのモロッコの方選手を置いてますんで、前線にね、ダブルボランチにすればあの片方のボランチがそこのカバーいけるんですよ、はい、そうすると両サイド戻さなくても済みますからね、もっともっと攻撃的にできますね。さあこのボールロングシュートを狙ってきた、原崎聖剛がわずかに手を伸ばしてこれを防ぎました。中央距離がありましたが、この元山のクリアを奪ってそのまま打ち込んできましたモロッコです。ちょっと今日はミスでねピンチを招く場面多いですね、はい、このミスが本当に大きな代償として返ってくるのがオリンピック、世界の大舞台です。そういうところを一つずつでもなくしていかなければいけません。中村俊輔、ここは粘れるか、ボールはモロッコ奪い取って10番のエルアサス右サイドに開いています。1人右サイドにフリーの選手、2番のナテル、そこには通さない、稲本チェック、中田が奪えるか、ここは日本のスローインに変わります。あえて追いかけてはいきませんでした中田英寿、トップ下のような形に入ります中田です。柳沢ヒールで流す、本山ドリブルで中に切れ込んでいくか、後ろにも1人来ています、中村俊輔に渡した、センタリング、ここはクリア、左サイドから放り込んでいきました。今度は稲本サイド使えるようになりましたね、左サイドの中村俊輔、そうですね、はい、左足で放り込むゴール前、強いですね、モロッコ
代表も A 代表ではワールドカップ出場4回を誇っています。これはアフリカ、カメルーンと並びますアフリカでの最多出場記録。そしてオリンピックも今回で5回目の出場というモロッコ代表チーム。日本は前半1対1で折り返しました。後半に入って1点をオウンゴールで奪って2対1逆転に成功している日本。いい形で序盤から攻め上がっています。モロッコメンバー交代がありそうです。あ、そうですか。4番のウシュラが今監督のところで指示を受けているところですね。はい。モロッコのエルハイデル監督のハーフタイムですが10分間怒鳴りまくりだったそうで、そうですか。このままだと本大会に連れていかないぞと選手たちをとにかくもう厳しく叱咤激励していたようです。まあ連れていかないわけはないんですけれどもね。あ、それほど怒っていましたか。ここは10番のエルアサスに代わって4番の選手を送り込んできました。4番のウシュラです。さあモロッコ代表チームもまだまだ来日が遅れて今日になってエースストライカーがバシルが入ってくるというような状況もありました。そして2人の選手は9月2日に入ってくるということで、代表チームもベストメンバーで戦うことはできませんけれども、このシドニーと2時間時差の日本を最終調整の場に選んで、そしてさすがにオリンピック代表の強さを見せています。ここまで2対1、日本のリードは1点、共にしかしオウンゴールでの2点で逆転という形になっています。日本も綺麗な形で相手を崩しての1点というのを見せたいところ。今度は中盤でね、しっかりプレッシャーかかってますよね。そうですね、早いチェック、はい、ここでイエローカードがどうやら出そうです。16番のベンクアルにイエローカードでしょうか。あ、ここは掴んでいます。中田の背番号7番をしわくちゃになるぐらい掴みましたベンクアル。イエローカードが出ています。中澤、前半とは逆にね、日本のフォーメーションで試合が進んでますよね。そうですね、前半はね、モロッコのフォーメーションにされてしまいましたけどもね。稲本から左サイド、中田浩二、そして柳沢から本山、アントラスコンビ入れ込んでいった。これが本山の持ち味。そして中田秀俊、前に送る。ディフェンスの裏は飛び込めません。彼らしいドリブルだったですね。そうですね、本当に体をこうスースーっとバンクさせながら、元山の持ち味ドリブルで切れ込んでいきました。この背番号14番、それとね、元山の良さはね、はい、とにかくスペースを上げておいて前向きで入っていくんですよ。そうなんですね、後ろ向き ではなくてね、とにかくスペースが空いてるところに前向きで入っていく、これがね、うまいんですよね。そのあたり持ち味を遺憾なく発揮しました。森岡がチェック、このボールをまだ生かしていこうというところ。モロッコに最後当たっています。前に送る、これが柳沢に通るが、この前にホイッスルです。完全に後から行きましたね、プレーした後に、ね、中田浩二の足元危ないシーンです。危ないプレーですね、これ本当に。モロッコの選手も倒れていますが、これはおそらく痛かったのは中田浩二の方です。右足、その足に直接スパイクが入りました。中田浩二もユースに入ってワールドユースに向けてこの、センターバックの左側というポジションにコンバートされて、アントラーズではボランチの位置、代表チームで初めてやったこのポジションを非常によく理解しましたよね。そうですね、逆に守備力も伸びて、彼の攻撃的センスですか、はい、これは余計発揮されるようになりましたね。そうですね。さあ、ここはチェックをしっかりしていきたいところ、うん、中澤、今度はね、しっかりマークを掴んでますから、中盤からね、プレッシャーかかってますからね、最終ラインがしっかりマーク掴めるんですよ。そして必ず1人余ってますんでね。さあ、ザイリ、ペナルティエリア内に飛び込んでこようというところですが、これはトラップミス、ドリブルで切れ込むことはできませんでした。今もね、孤立させませんから、後ろに森岡がちゃんとカバー来てましたんでね、フリーになってませんからね、はい、さあ、中央、明神抜けるか、中村俊輔、ここはモロッコがカットします。こういった1対1の強さはモロッコ代表も非常に大きいものがあります。前に送りますが、ここもよく見ています。中田浩二、おー、後ろからドーンと押されて強引に奪った。9番のザイリ、ゴール前、中田がこれをクリア、そして中田浩二、そして元山、左サイドドリブルがあります。前を向いている、柳沢から中田秀俊、柳沢も本当によく見えています。そして柳沢に送る、ゴールキーパーと駆け込む、ペナルティーエリア内、非常に難しいところに中田秀俊ボールを出しました。やらしいところに出しますね、この秀は。柳沢も懸命に追いかけましたが、一歩早かったエルジャルムニダス、ゴールキーパー。でも柳沢も今理解してましたね、スルーパスに対してね、はい、
ファールがありました。トップ下の位置に入っています。後半中田英寿、ここはオフサイドフラッグが上がりました。あのね、どこに相手がいるかというのをはっきりつかみましたんで、ええ、今のようなプレーができるんですよね。前半はそれがないんで、全員がね、ここにセンターフォワードがいるぞというのが分からなかったんでね、ラインを上げることもできませんでしたし、攻撃的にね、高い位置でプレーすることもできませんでしたけど、柳澤、森山、相手の裏を使おうというマイトラップを見せかけたんですが、ここはモロッコボール、さあゴール前、中田英寿、ふわっと出したが倒された、倒されたがノーホイッスル、裏にスルッと出しました中田英寿、柳澤倒されましたがホイッスルはありません。トップスピードでやりますからね。
さあこれもいい形、柳沢の向こう側に出そうという中田英寿、ゴール前です。後半の開始からここ17分過ぎまでずっと日本のいいペース、ここも日本が取ります。明治一旦戻す、中澤もうほとんどこぼれ球拾ってますからね今ね。中盤そして最終ラインがいい形で機能しています。そしてビルドアップ、本当に前半とは逆にね相手が混乱してますよね。どこのポジションに戻っていいかわからなくなってますよね、はい、日本は前半そうだったんですね。そうですね、前線への立てます。やっぱりねそれぞれのポジションから始めればね、どこに誰が動いてもそこのポジションをまた埋めることができると思うんですよ、はい、ただ前半はね動いてしまったところは逆にそのまんまになって、穴が開いてるというところが目立ちましたけどもね。フリーで十分に動かれてしまった前半に比べて、はい、今度は日本がフリーの選手が多くなっています。スペースをうまく作る日本代表、本当にディフェンスの時は相手のスペースをしっかりなくして、はい、攻撃の時はそれぞれが素早く開いて攻撃のするスペースを作ってますよね、はい、ここも中村俊輔が行きます。ここもプレッシャーかかってますよね、狭いスペースにしてますね。森岡がチェック、そして中田浩二も前にいます。ここは酒井が難なくクリアしていきました。これだけね攻撃を分断していればそれほど怖くないですね、はい、右サイドのスペシャリスト酒井智之、後半に入って出場してきています。日本コール大声援の中日本が3点目を叩き出しています。元山のファインゴールで3対1、日本が2点のリード。まもなく後半の20分を迎えようという時間帯になります。これも裏には入らせません。中澤がうまくフォワードの前に体を入れていきました。森岡、明治、森岡もちょっと倒れている、大丈夫か。そこは稲本、倒れている分は中澤が頑張っていきます。ここは一応クリア逃げたいですね。ここは確実に逃げたいところですね、はい、中澤が胸に当ててタッチライン向こう側に弾き出しました。そして森岡が胸のあたりちょっと抑えながらうずくまっています。オーバーエイジで3人の枠に入ってきました森岡隆三、清水エスパルス、ちょっと苦しそう、息が詰まるような形になっています。溝内あたりですかね、はい、スルスルスルっと前線に上がっていこうというところをドンとやられました。森岡、救護スタッフが向かいます。本人の表情、険しい表情ですがダメだというような表情には見えません。バックアップのメンバー、そしてサブのメンバーもアップをずっと行っています。今こちら側に来たのはフラット3のセンターに入る宮本です。そしてその向こうには高原の姿もありました。いろんなパターンを、いろんなポジションをこのトルセイジャパン A 代表、そしてユース、オリンピック、すべてのカテゴリーで試してきます。バックアップメンバー吉原康太の姿もありました。この吉原がクエート戦では大活躍、怪我人が出ればすぐに登録を変えて出ようという18人の登録メンバーに4人のバックアップメンバーを加えて22人でシドニーに向かいます。森岡キャプテンマーク大丈夫そうです。フラット3に戻ります。さあこのスローインには酒井が行く、倒れてモロッコボール、45度、ちょっと嫌な位置です。中田が時間を稼ぎます。ラインを整えます。ゴール前、相手の位置を見つつ中澤、髪をかき上げました。ファーサイド、これは見送った奈良崎聖郷、安定感があります。この奈良崎もオーバーエイジ枠、24歳以上で入ってきました。日本のこのオリンピック代表チームの守護神です。この奈良崎も初めての世界の舞台に臨むことになります。今までは川口のバックアップ、常に2番手3番手ということできました。その中で初めて掴んだチャンス、シドニーへと夢を膨らまします。奈良崎聖郷、ゴールマウスは君に任せたという気持ちでこの4万8000人大観衆はいっぱいです。さあ中田英寿、逆サイドに振る酒井、プレ
ついてるからなんですけどもね。そして中村俊輔、前に送る柳沢、前に向き直します。左サイドにはさあ中田浩二がオーバーラップ、これも面白い形になりそうだが、ここはディフェンサー、ディフェンダーがクリアしていきます。このボールしかし受け止めた中村俊輔、今ねちゃんとね中田が上がった穴を中村、そしてその後ろに元山が来ています。ちゃんとカバーしたんですよ。今最終ラインに元山がいるんです。そして中田浩二を戻したのことを確認して元山がまた前へと上がっていきます。そうですね、それぞれが自分のポジションからスタートしてますんで、ポジションチェンジをしても必ず誰かがそこを埋めることができるんですね。今稲本が上がっていくと、はい、その後ろ元山が入っていく、はい、この辺りも非常にいい受け渡しです。中田秀俊が向かっていきます。なかなか中盤でボールを回せなくなりましたモロッコ。前にボール入らないですね、マーク疲れてますからね、はい、さあ酒井がチェック、また戻すしかないか。しかも中盤でねちゃんとパスコース打ってるんですよ。また戻します。モロッコ前に進めません。ここも酒井タッチに逃れて、これは日本ボール。いいチェックをしました酒井です。非常に今バランスいいですね。そうですね、はい、酒井のスローインです。相手が落ちたんではなくて、やっぱり日本がね素晴らしい守備を今引いてるんですよね。さあディフェンダーを背負って中田秀俊、ここはファールがありました。日本ボール、向こうが先進の旗が揺れました。ライン際、日本のフリーキックに変わります。ここです、2人に囲まれて向こう側のカメラでご覧いただいています。足にガツガツと当たってきました。とにかく中田にはもう捨て身ですよね。そうですね。さあゴール前には中澤が上がってきています。そして背の高いボランチ稲本も来ている。チャンスですね。左足、中村俊輔ダイレクトでゴールマウスに向かってきた。ここはゴールキーパーの正面でしたが、その背の高いメンバーを飛び越してダイレクトでゴールマウスを狙ってきました。これもいいチェック。そして柳沢、前に稲本上がってきています。その後ろカバーしていた元山に戻します。こうやって元山がここにいるんです。そして向こう側酒井、中村俊輔もチェックに行っています。中澤がこの選手を捕まえて、さあ距離を保ちながらチェックに向かいます。そして奪った。さあそして踏みつけられた。これはいけないプレーです。この中澤にも聞きますと、相手の攻撃陣と3メートルの距離を保つんだ、そういう言い方をします。この距離を保っていれば相手を常に捕まえられる。しかもね、今その距離感覚でプレーしてましたんで、中村が追いついたんですね、はい、そうでしたね。時間をかけることができるんです、はい、そして中村が中を切ったところをしっかり確認したら、今度はボールを奪いに行きましたね。見事なディフェンスでしたね。さあそしてここでメンバーチェンジ、中田浩二を呼びました。そして宮本を送り込みます。さあフラット3、このフラット3のコントローラー、トルシエ監督の下でフラット3を非常に理解度高く持っています。宮本がこれで中央に入るでしょうか。いや、そのままですか、はい、そのまま試すんじゃないですか。これ宮本は今まで左サイドというのはあまりありませんでした。普段はセンターに入ってコントロール、今回はこの左サイドに入ってをテストするということになりそうです。森岡がセンター、はい、そして右側に中澤、左側に宮本、新しいポジションに入っています。長坂さん、これがトルシエジャパンの強みです。はい、もう一人メンバー交代、高原もスタンバイ中です。あ、そうですか。野生児ゴールハンター高原が出そう、そういう情報が青島アナウンサーから入ってきました。いろんなパターンを試します。最後の走行試合、シドニーに万全の準備を施して、そして9月9日に日本は日本を立っていきます。さあ酒井がドリブルで抜いていく、右サイドに開いてくれ、送球して中に送った。中田俊輔、中田秀俊の前にいる、まだ俊輔が持っています。アドバンテージを見ている審判、宮本も外側に来ています。その宮本、ここはボールをどうかコントロールできるか、まだボールは生きています。森岡、そしてバックアップに回っていました、カバーに回っていた明治、そして宮本が戻ります。さらには右側フラット3の中澤、向こう側には酒井も開いています。明治もいます。前に送った柳沢、そして一旦戻します。酒井から前に送る、ここはモロッコにボールを奪われるか。チェックに行った明治がやや前のあたりでチェックを行います。そして酒井、1対1、ここは抜かせません。柳沢との交代のようです。わかりました。高原が今ピッチの外、出番を待って、今13番という赤い字が掲げられました。柳沢をここで交代。
チェックに行きます。これはいけません。稲本に後ろから手を回しました。相手のエルブラジー、稲本もちょっとエキサイトしましたが、ここは先に誤ったのは稲本のようですが、まだ両チームやや交錯している場面もあります。長坂さん、それから7番のハルブシュが今もう一人メインサイド、メインスタンド寄りで痛んでるんですが、あ、そうですね、中田選手と競り合った時に吹っ飛ばされて倒れたんです。あ、そうですか。今の後ろからちょっと手を伸ばす稲本、怒りますよ。そうですよね、顔に手が行きましたんで ね。いや、ただ風間さん言ったけども、大事な大会前ですからね、はい、まあ、つまらないこの後のラップエーなんかにつながっちゃうと、それの方が怖いですよね。冷静に勝ってますし、ちゃんとゲームコンセプトを貫いた方がいいですね。あ、傷ついてるなんていうのをスタッフに聞いていますが、まだ余裕があります。そして先に、今見ている限りでは稲本の方が、まあ、いいよという感じでしたからね。まあ、稲本自身は大丈夫でしょう。そうですね、まあ、日本の選手は余裕を持って、戦うべきでしょうね、はい。さあ、その手をかけてしまったエルブラジからのボールになります。さあ、モロッコ中澤が冷静に前にヘッドで送ります。中澤のポジションですね。ファーストタッチ、前を向けるか、一旦戻すか、2人に囲まれて、ここはボールを取られてしまった。これは大きく外れていきます。余裕を持って見送りました奈良崎聖豪です。あのね、中澤と森岡のね、はい、出ていくタイミング、ね、人数がね、向こうは多くても最後どこまで引くか引いたら最終的に出ていかなきゃいけないですね、はい、そこのね、ここで出ていこうという意思統一がすごくいいですね。あ、そうですか、はい、この3人もということはいい感じでいけそうですね。そうですね、森岡は非常にリーダーシップでやっぱり一対一に強い自信があるんでしょうね、はい。森岡は現在センターに入っていますが、このフラット3、右でも左でも真ん中でも全てのポジションをこなしています。さあ、これも奈良崎の正面です。叩き落として掴みました。ですから、あの、完全に崩すというよりも、もうディフェンスラインの外からミドルレンジでシュートを放ってきますモロッコです。まあ、それちょっとね、この時間、あの、日本ボールを簡単に失ってますんでね、ここだけ気をつければね、崩されてるわけではないですからね。手元にも今日の観客数が届きました。なんと5万4861人、雨の中超満員の国立競技場、この日本オリンピック代表をシドニーへ送り出そうとたくさんの人が集まりました。いかに期待が大きいかですよね。そうですね、このチームに対するね、32年ぶりのメダルに向けて、できれば今時期のメダルを取りたい日本代表、その夢を託すためにたくさんの人が訪れています国立競技場です。長坂さん、はい、青島さん、今時期のメダルを目指して今時期の頭の西選手もスタンバイです。あ、そうですか。西も右サイド、非常にいいものがあります。このトルシエジャパンで開花した西がスタンバイ OK という情報です。森岡前に送る。さあ、本山中央に切れ込んできている。これもうまくボールを離していきましたが、向こうが中田には届きません。中田が追いかける。中田秀俊、モロッコボール、ややモロッコがボールを持つ時間が長くなっているようにも見えるんですが、30分過ぎですか。そうですね、今の時間帯ね、守備はそれほど崩れてないんですけれども、はい、奪ったボールを中盤に繋いでるんですよ、はい。そこはね、まだあのモロッコが人をたくさんかけてるところなんですね、はい。ですからそこで奪われてますんでね、このボールを大事にもう一つ前に繋ぐとね、逆にカウンター攻撃できると思うんですけどもね。さあ、このボール危ない、上にフィスティング逃れました。難を逃れた奈良崎、よく反応しましたね。こう触ってるんですけどね、明神のヘッド、はい、バックヘッドがゴールマウスに向かっていきました。さあ、モロッココーナーキックに変わります。16番のベンクアル、ファーサイド、奈良崎がジャンプ一発。そして高原、ドリブルで前に行く。引っ張られても高原、それを気づいていった。今ね、全体が相手のディフェンダーが後ろに下がったんで、はい、高原のマークフリーになったんですよ。早いリスタート、中田秀俊、これもチャンス。高原は中に切れ込んだ、倒された。日本フリーキック、中田への激しいマーク。十分に予想されたことではありますが、中田激しいチェックに合います。絶好のポジションですね、これね。しかし、それが大きなチャンスに変わります、はい。場所的にはこのフリーキック、中村俊輔、中田
ますよね、はい、本山もいます。14番の本山の背中、話し合う2人、笑顔の中村俊輔、余裕があります。この時間を楽しもう、そんな風にも見えます。楽しそうですよね、ボール蹴るのがね。さあ夢を託す左足か、それともカリスマの右足か。本山もいます。何かやってくるかもしれませんね。その表情は笑顔です。中村俊輔、十分にこのフリーキックの時間を楽しみました。ゴールキーパーを誘い出しましたが、ディフェンスうまく回り込んでいます。モロッコしかしよく見てますね。中田をワンタッチであそこにちょっと出てきますからね。さあここは短いパスでつないでいきます。モロッコ16番のベンクアル、これを奪った。高原、中田、そしてもう一度高原というところですが、宮本からのその前のパスでした。左サイド、中澤がチェックに行きます。これは誰もいません。宮本、ここは明神が回り込んでいます。胸でトラップ、4番の後ろ、これはただ打つだけです。時間の方がだんだんとなくなってきます。手元の時計で残り10分を切っています。後半の35分を回りました。日本オリンピック代表チームは3対1、2点のリードを保っています。中村俊輔、そして中田英寿、この2人によりますフリーキック、非常に楽しい時間帯がシドニー、14日はキャンベラでの南アフリカ戦から始まりますが、ここは注目してほしいですね、日本の皆さんにも。まあ、相手としてはね、これだけ素晴らしいフリーキッカーいますんで、なかなか反則しにくいなと思うでしょうね。そうですね、ただちょっと距離があれば三浦篤弘も打ってきますね。そうなんですよ。ですからね、いろんなバリエーションができますね、はい、そのフリーキック、セットプレーでの魅力あふれるイレブンが揃っています。そしてサブのメンバーも含めて18人、史上最強のオリンピック軍団、そう謳われております。今年の日本オリンピック代表チーム、ワールドユースで準優勝、あと残すは世界の舞台で金色の輝くメダル、その金色に輝く髪の西が出てきました。稲本に代わって西投入です。もともとはフォワードでスピード突破、そしてシュート力も合わせ持っています。トルシエ監督が見出したと言ってもいいでしょうね。そうですね、酒井を今度はボランチ下げましたね。酒井をボランチに入れて右サイドに西です。ジビロ磐田の西典弘を使ってきました。それを受けてボランチ、ダブルボランチは酒井と明神に変わります。こうしていろんなオプションがあります。あのね、やはりそれぞれがね。さあ西ファーストタッチ、ですけどね、いきなりいい仕事しましたね今、西がこのボール、中田は見送るんです。よく見えています。中田英寿、頭をすぼめて後ろの高原にボールを送りました。さあヒルされました本山、ここはドリブルもある。左サイドには中村俊輔、その俊輔を使ったゴール前、高原が待っている。ここはうまく守りました。4番の後ろがうまく体を入れてきました。中村俊輔の前でした。それぞれがしっかりしたね、ポジションからサッカーを始めて、前向きでプレーしたらものすごい個性が出るんですよ、はい、特に攻撃の時にはできるだけ広がって両サイド、そしてトップが引っ張ることでスペースを作る。そうなるといろんな、ね、アイデアと個人が生きるんですよね。ですから逆に言えば、その時間帯そういうポジションを常にキープ90分できればいいわけですね。そうですね、ただそれができない時間帯が出てきます、はい、ここがこれからの課題と言っていいですか。そうですね、その時に少し悪い時にいかにその元の形に戻すかですね、いい時の形に。それさえねできれば僕はね、面白いというよりもかなり期待しているんだと思うんですよね。ハードリブ突破、本山前に送る。中田英寿、その中田の足元にはボールは入りません。今度は追いかけていく後ろから、さあ西がこれをついていきます。中澤は中央で余裕のディフェンス、西が足を出す。中澤がしっかりねカバーリングもできて自分のマークも逃さないポジションになってるんですね。いいですね。今度は森岡、直接トップに出そうというところ。ここは
さあここは中田英寿、距離もあります。酒井も、距離のあるフリーキックは打てますが、そこにゆっくりと中村俊輔も行きます。ここは中田英寿、ロングでいった、クロスバーのわずかに上です。しかしもう何でもありという感じになってきました。素晴らしいキックですよ。爆発的なキックを放っていきました。やはり、ね、中田と中村、シュートレンジが、ね、すごく広いですね。確かにそうですね、でボールを変化をつけてコントロールもできますし、はい、こういったパワーヒットもできます。そうなんですね。ここは日本ボール。中澤、すぐに回り込んだのは西です。そして中澤が奪いに行こうというところですが、またポジションチェンジ、西がアウトサイド、ゴール前、これも1対1ヘッドで行きますが、これはゴールのマウス、右側に外れています。トルシエ監督も試合が始まってしまうと、もうピッチの間際に行って声を出しても選手たちにはどうせ届かないよと、あとはもう選手たちに任せているよ、そんな言い方もしていました。前半にはかなり激しい指示も送っていましたが、今はどっかりと腰を据えて戦況を見守っています。3対1、日本のリードは2点、手元の時計で残り5分を切っています。まあ、監督とはそう言っても言うんですけどね。そうですか。やっぱ余裕があるんですよね。ゲーム展開がもう非常に落ち着いてますし、もうそうですね、はい、点差もありますし、清水さんも随分激しく言いますもんね。いや普通はやっぱりねあるもんですけどね、ここはしかし落ち着いて見ています。トルシエ監督です。宮本のスローイン、明治後半はねうまくいってますもんね、はい、そして本山左サイド、これも切れ込んでいく、あちょっとミスキックか、ね、西がいる、西がフォローに回ります。ここはしかしエルブラジが逃しません。モロッコボール、いいカバーですね酒井ね。酒井がしかしその後チェックに向かいます。雨で髪の毛はびっしょり、しかし動きにスピード感は変わりはありません。ボランチの酒井が右サイド、あそこまで追っかけていきました。非常にボールに近いところでプレスかけてますからね、前向きに。西からその酒井、そしてもう一度西、もう一度酒井、中田の前にボールが流れました。ですから前半のようにね、どこのポジションに、まあ、相手に合わせてですけども、はい、決まってどういうふうに動けばいいか、あるいはどこのポジションに戻ればいいかということがね、分からないと、どんなに個人技やってもいきませんけれども、あの仕事の、ね、明確化ですね、組織でまず何をしなければいけないか、どこに戻らなければいけないか、はい、これが分かって初めて、これからそれから先は自由があるんですよね。あの9月2日のクウェート戦では前半ちょっとそのポジションチェンジがうまくいかずに元の位置に戻れませんでしたが、はい、そうですね、あの風間さん、そういった時に一番手っ取り早い戻し方っていうのはあるんですか。やはりね、最前線を少し後ろに下げて相手に時間をかけさせる、そして自分たちの自分のやってるポジションですね、はい、そこに戻って周りを見てみることなんですよね、はい、隣に自分の味方がいるかどうかね。あ、なるほど、その味方同士の距離感をチェックすることで修正していく、はい、そうですね、あまり伸びすぎてたり縮まりすぎたらおかしいぞということになりますので、ね、はい、この後半のオリンピック日本代表は非常にその選手同士の距離がうまくいっています。さあここもカット、本山こうしてカットできます。中田英寿、キョロキョロと周りを見回しているが後ろからチェックに合いました。さあしかし酒井がフォローしていく、そして明神が奪ったところですがホイッスル、モロッコボール、これもねファウルになりましたけども、取られた瞬間にプレッシャーいってますんで、はい、何も起こらないんですね。12番の酒井、そして8番の明神、2人のチェックが非常にうまくいきましたが、ここはファウルを取られました。右サイド、中田浩二、そしてその前の本山が行きました。これはホイッスルがあります、フラッグが上がっています。フラットスリー、フッと上がりました。今のも中村がプレッシャーをかけてワンサイドかかってますから、ボールの出どころが分かりやすいんですよね。ですからラインを押し上げてああいうことができるんですよね。出てくるタイミングと、ね、出どころが分かりますからね。さあここも本山がフリーです。前に送る中田英寿、ここは前にこう流すような形でボールを送りたかったんですが、さあしかし高原、ね、酒井のチェックから前に送るボール、中澤ヘッド、そして西が戻っている、その後ろから宮本です。西に送る、右サイド、ちょっとここは後ろに下がっているが大丈夫か。モロッコ一旦戻します。中村俊輔の股の間通された、これはオフサイドフラッグ上がっていない、しかしフォローの選手が来ていないが、さあモロッコペナルティエリア内に入ってくる、西が前に送ります、そして中村俊輔右サイドに大きく開いていた。
ロスタイムは3分と場内に表示されました。いや、素晴らしいパターンを見せました日本代表。23歳以下前向きでプレーをするってことなんですよね。楽しいですね。23歳以下のメンバーに3人のオーバーエイジ、24歳以上のメンバーを足しました18人。そしてバックアップメンバー、怪我をした時に登録し直すメンバー4人を超えた22人。9月9日に日本を離れて、いよいよ14日キャンベラでの南アフリカ戦へと向かいます。南アフリカの後はスロバキア、そして20日にはあのマイアミの奇跡を演じましたブラジルとの再戦が待っています。3対1、日本代表はモロッコ代表に2点のリード。オリンピック代表チーム同士の壮行試合、前回9月2日のクウェートに続きまして、このモロッコにもリードを保っています日本です。トルシエジャパン、このアンダー23、23歳以下のトルシエジャパンは予選12試合全勝でクリアしました。その後親善試合も含めますと現在16連勝中、負けなしのこのオリンピック代表チーム、モロッコ代表チームに対しても3対1 2点のリード。さあ最後の集中の時間か、モロッコのフリーキック、ゴール前に曲がってくる、これはそのままゴールラインを割っています。ロスタイム3分のうちの2分が今過ぎました。残りは1分、2点のリードを保ちながら日本代表チームはシドニーへと旅立とうとしています。フラット3を支えた中澤、そして司令塔の中田と、そしてこの中村俊輔、いろんなパターンがあります。マルチポジションをこなせる史上最強メンバー、トルシエジャパン。オリンピック代表チームが完璧な形でシドニーへと向かおうとしています。アフリカを飛び出したこのモロッコ代表チーム、5回目のオリンピック出場を決めたモロッコ代表チームを後半全く寄せつけておりません。素晴らしいファインゴールを決めた本山です。この14番左サイドのドリブラー、そして中田英寿、ここは奪ったエルブラジ、そしてモロッコがつないでいきます。先制ゴールを叩き出したエルブラジ、このエルブラジも非常にいい選手ですが、さあ中田英寿、ゴール前に自分で持っていく、素晴らしいボールコントロールで、ここは突き飛ばされてペナルティーエリアの中か外か、ホイッスルはしかしありません。ゴールキックに変わります。そして手元の時計ではすでにロスタイム3分を超えています。いつホイッスルが鳴ってもおかしくない状況になりました。日本オリンピック代表チームは9月2日クウェートを完封しました。そしてその後